んでますよね。本日は、ツアー1勝諸富士正嗣プロに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、はい、福岡からわざわざ今日来ていただきましてありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます、はい、でね、先ほど、フィッティングをしまして、でこのフィッティングの風景は、諸富士さんの YouTube もろもろの方を見ていただいて、概要欄にもねリンク貼っておきますので、そちらからちょっと見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、で今今日決まったシャフトがですね、リボルバーの、まあ、Xになったということですが、はい、まあ、このシャフトを選んだきっかけというか理由決め手は何ですか？もともとトップが低くて、ちょっとでも速くなると遅れてきがちで、ちょっと走りやすいシャフトを好むところがあって、それがこれは結構そのヘッドが返ってきてくれたなっていうのがあって、これは結構振りやすかったです。なるほど、それがじゃあ一番の、まあ、決め手ということで。そうですね、はいはい、距離とかそういったところではいかがでしたか？結構伸びてましたね。まあその走ってる感じがあるっていうふうに言ったんですけども、うん、それでちょっとこう捕まりすぎたりとか、そういった懸念点とかはないですか？はい、そこまでやっぱ走りすぎるとやっぱ嫌なところもあるし、まあ、難しいところなんですけど、まあ、ちょっとしなる、ちょっと走るみたいなのがやっぱ一番いい、その塩梅が、それが結構ハマったかなと思います、ね。うん、なるほど、ありがとうございます、はい、で今日はですね、まあそのリボルバーというシリーズ、まあ、レーブのシャフトって言ったらまあ結構しなるイメージが、まあ、皆さんちょっとお持ちだと思うんですけども、はい、このちょっとしなるシャフトを、まあ、レーブのシャフトを、どうしたら最大限そのポテンシャルを引き出せるのか、どうやったらそのしなりを使って、まあ、遠くに飛ばすボールを飛ばすことができるのかっていうのを今日は、はい、諸富士正嗣プロに、はい、解説していただけたらなと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけど、ちょっとじゃあまず打っていただいて、はい、でそれを踏まえてそのシャフトをどうやったらその、まあ、走らせることができるか、まあ、飛ばすことができるのかをちょっと解説していただけたらなと思います。はい、とりあえず打ったらいいですか？はい、はい、ちょっと皆さんちょっと見たいと思うんでね。はい。これちょっと捕まってますけど、まあ、これぐらいやっぱ走ってくれる感じの方がやっぱ遅れるよりはやっぱりいいっていう感じですよね。そうそう、これをいろいろヘッドであったりで、ちょっと僕結構鉛を先に貼ったりするんですけど、はい、捕まらないようにちょっとこういじっていってまっすぐにしていく方が僕は好きですね。なるほど。で飛距離はそのままでちょっとこうちょっとずつ合わせていく、合わせていくという、はい、なるほど。まあ、だから捕まるのをベースにしてるってことですね、基本は。そうですね、捕まんない、はい、捕まるやつをこう逃がしたりするのはやっぱいろいろこう打てるんで、うんうんうん、捕まらないのを返すとやっぱどっちも出るというか、はい、でその点やっぱこのシャフトは返ってくるんで、ちょっと遅れても助けてくれるかなって感じがします。じゃあスライスでお悩みの、ね、アマチュアゴルファーの方とかにもちょうどいいかもしれないですね。はい、捕まりやすいんで、はい、スライスする人が多いですもんね。そうですね、スライサーで悩んでる人たくさんいらっしゃると思うんで、うん、なるほど。でその中でスイングとかでこう気をつけている点とかってありますか？スイング、まあ、僕の場合やっぱトップ低いから早くこう切り返しちゃうというか、まあ、それは気をつけてる。ちょっとゆっくりするイメージですか？ゆっくりでもないですけど、ゆっくりするとこうしたら結局速くなるから、ここにきっちり入るように入ったらもうシャフトは勝手にしなってくれるんで、そんなにこういう意識はしないようにはしてますね。逆にちょっとこう返すというか、それでシャフトがちょっとしなってくれるイメージで振ってます。なるほど、ありがとうございます、はい、ではそのアマチュアゴルファーで、はい、まあ、飛距離で悩んでいる方に、はい、まあ、一番意識したら
いいよっていうのはポイントってありますか？こう飛距離を、こう力を出せば飛距離が伸びるとか思ってる人いるんですけど、それはアドレスが大事で、僕の場合こう飛ばす時とかはやっぱ靴一足分くらい広げる、少しワイドに、ワイドに広げると勝手にこう右に乗りやすくなるんで、ここで待つことができるんですよ。これはちっちゃい、ちっちゃくしといて思いっきり振るとやっぱりこう、こういった見たら分かると思うんですけど、切り返した時に寝てますよ、ね、うん、こういうことが起きるんで、ちょっと広げてあげて、しっかりこのトップ、自分のトップをちょっと作ってあげると、スイングワークが大きくなってタイミングも合うんで、あとはシャフトに任せて頭を残してヘッドを走らせる、うん、このイメージです。なるほど。こうじゃダメ、はい、こう、うん、こう、そういう意識で。もう何球か、じゃあちょっとそれを意識して、はい、打って見てもらってもいいですか？はい、いつもこれぐらいなんですけど、ちょっと大きめ、ちょっと大きめ、うん、普通一足弱ぐらいですね。でしっかり入れる、で頭残す、今が300ぐらいですね。はい、でちょっと広げて今の意識して、38ヤード、まあ、これは多分シャフトのせいもあるかもしれないですね。飛んでますね。飛んでますよねシャフトを活かせるために、まあ、こういうスタンスでやってあげると振る体勢を作って、はい、じゃないとそのまんぶりしますとか言うけど、まんぶりができないんじゃないかと思います。振るのにスタンス狭かったらやっぱブレちゃうってことですね、下半身が。振るときはこういうのをやるとか、普段は広げない、はいはい、で軽く振っていくとか、はいはいはい、まあ、いろいろやるのに、まあ、やっぱ操作性があるシャフトがいいと思う。なるほど、ありがとうございます、はい、で今日は、諸藤正嗣プロに、はい、まあ、スイング、シャフトの使い方で飛ばす上で大事なこと、で諸藤さんが実際に意識していることについてちょっと話を伺ってみました、はい、まあ飛ばしの、情報、スイングの仕方などは、モロゴルの方にたくさんいっぱい載ってるんで、僕も一視聴者なんですけど、いつも見てるんですけども、はい、そっちの方を見ていただけたら、はい、より、スイングのことは、分かるんじゃないかなと思うので、はい、ぜひ皆さん見てください。はい、見てください。ありがとうございます、はい、今日は諸藤正嗣プロに来ていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。